皆さん、こんにちは。レクセン二講師の赤松です。本日は、2023年向けの新中高校、合格コース、司法書士の基礎講座なんですが、赤松クラスをご受講いただきまして、見事、一発で合格、果たしてくれました、M さんにお越しいただいております。M さん、今日はよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、今日はいろいろ、勉強法等についてお話を伺っていきたいと思っていますので、今、司法書士の勉強中の方、それから、これから勉強を考えられている方は、ぜひこの動画をご覧になって、参考になさってみてください。はい、ただまず、M さんが司法書士を目指された、きっかけはどんなところでしょう？はい。私は、事務の仕事をやっていたんですけれども、はい、将来のことを考えたときに、何か資格を取って、資格を取ったら長く働いていける、いれるんじゃないかなと思いまして、何かしらの資格の資格を考えました。で、その中で、法学部卒業していたということもありまして、法律の知識というのは、まあ、少し残っていまして、なので、まあ、法律系ということで、まあ、また司法書士試験というのは、まあ、うまくいけば翌年度に合格ができる試験であります。うん、まあ、例えば司法試験や税理士試験などとは違って、うん。なので、まあ、そこも魅力的だなと思いまして、うん、司法書士試験を目指してます。なるほど。はい。もともと、まあ、法学部で、はい、まあ、司法書士という資格を、知ってた。で、はい、まあ、資格を取って、まあ、それで、まあ、ある意味、まあ、飯を食っていけるというか。そうですね。ね。そういう側面もあって、なおかつ、まあ、うまくいけば、一発で、合格もできると、はい。あ、それで選んでいただいたということですね。はい。はい。で、すごいじゃないですか。見事。ね、予定通り、一回でね、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、まあ、勉強を始められるときに、はい、まあ、どうやって勉強していこうかなっていうことで、はい、まあ、レックの方を選んでいただいたんですけども、はい、まあ、それはどういったことがきっかけだったんでしょうか。一番大きな理由としましては、まあ、私が住んでいる地域、大阪なんですけれども、大阪で、小説に通って、授業を受講できるというのが、はい、まあ、レックさん、あ、なるほど。私ですし、いろいろ調べて、うん、っていうのが、まあ、一番大きな理由です。個人とかだと、二次校の講座を、うん、まあ、自分の性格上、こう、ためてしまって、ずる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 、なってしまうのではないかな、という懸念がありまして、うん、ぜひ、教室で通いたいかなと思います、うんうん。ありがとうございます。はい。というのと、あとは、まあ、一発で合格したいと考えていたので、うん、まあ、それなりに毎年、一発合格者を配置している、ね、という実績も、はい、そうですね。ということもあり、まあ、できて、あ、ありがとうございます。はい。まあ、一発合格といえばね、もう、まあ、レックだと思うんで、まあ、そこもよく、いろんなところをちょっと調べていただいて、はい。で、生クラスがね、やっぱあるっていうのもいいですよね。うん。他、周りがやっぱり、ね、みんな同じ目標を持って勉強してる中でね、勉強した方が、気合も入るしね。うん。で、まあ、なかなか性格的に、ウェブだと、溜まると、勉強が。ついついこう、やってしまいそうだなっていう。やってしまいそうね。はいはいはい。わ、うん、かります。はい。うん、まあ、生クラスもあるし、まあ、ウェブクラスもありますからね。はい、まあ、自己管理しっかりできる方、それからちょっとね、生に、ちょっと学校が遠いという方も、当然ね、いらっしゃると思うんで、そういった方は、当然、通信の方でね、受けていただくってことになろうかと思いますけど。まあ、本当にその時は、まあ、勉強をためないようにすることがね、まあ大事なんで。なので、まあ、できたら本当生クラス、通学圏内だったら通ってもらって、ペースメイクしてもらった方が、まあ、勉強としてはね、やりやすいときはやりやすいですよね。はい、ありがとうございます。はい。じゃあ、今日は、M さんが、実際使われていた、教材をお持ちいただきました。ちょっとそれ前の画面で、映してみましょう。お、会社法ですね。会社法のしかも二分冊。結構マニアックなところ来ましたね。はい。
で、これをお持ちいただいた理由は？あ、まだこう、綺麗に。はい。たまに折れ曲がったりしたもんね。はい。はい。それちょっと収録前にお伺いしたんだけど、なんでこれ持ってきたんですかって言ったら、このテキストが一番綺麗だったからですって。中身が一番綺麗だそうです。はい。なので、他のテキストはもっといろいろ、書き込みなんか、いろいろあったりとか、まあ、お茶こぼしたりとか、あるんでしょうけど。はい。はい。これが、会社法の、二分冊で、はい。大体まあ、私の指示通りマークしてもらってる感じですけど、まあ、いつもタイトルとね、それから本文とキーワードとこんな感じでマークしてもらってるんで。で、こういったところは、ご自身で、こういうふうにメモられてる感じですかね。はい。はい、テキストに、ところどころメモとかあるのは、はい。例えばこういったメモですね。はい。これは、講義中に書かれていることが多いですか？あ、そうですね。講義中に。ほとんど。はい。で、復習の時も、テキスト読みながら、それはあまりない。書き込んだりとかは。書き込んだり。あ、直前期の後に、はい。まあ、少し。直前期に、答練とか受けて気づいた、やったり、ところは、テキストにこう補充していったりとか。もう、あったりも。なるほどね。はい。ただまあ、おおむねはもう講義にとって、はい。講義で、私がマークしてくださいって言ったところをマークをして、で、口頭で説明したところを、コメント的に書き込んでもらってるっていう感じですかね。はい。はい。はい。ありがとうございます。はい。まあ、本当綺麗ですね。はい。無駄がない。無駄がないのが大事なんですよ。うん、シンプルに。はい、シンプルに。はい。まあ、これも人それぞれなんですね。まあ、M さんの場合は結構本当にこう無駄なく、私が本当言ったところだけ、ね、マークしまってもらって感じで。はい。まあ、結構私、マークも思い切って絞り込んでね、はい、やるんでね、もうどんどんテキスト、白紙のところは多いんだけど、まあ、そのマーカー本だけ、ほんと集中して、勉強してもらったっていう感じですかね。はい。はい。はい、それともう一つ、過去問歴めってものを併用しています。お、こちらは不登法ですね。はい。はい、不動産の登記の過去問歴めで、これテキストの順番通り過去問の枝並べたもの。なんですが、私のクラスではブレイクスルーテキストとこちらの過去問レシメ、この2本立てでやってるんですけど、はい。こちらも、まあ、ところどころ書き込みして、え、いえいえ、自分で読めばいいんですか？はい。ここにこう、マークついてるのはどういう意味ですか？そう、まあ。はい。そうですね。はい。少し、わからなかったり、はい。あとは、まあ、答え出すのに時間がかかったり、ということで、うん、後から復習するときに、はい。復習するときに、少し重点的に、はい。見たいなと思った枝を。あ、なるほど。あ、ちょっと自分なりにわかりにくいなっていうところで復習で、はい、重点を置きたいところに、まあ、マーカー入れてらっしゃる。はい。まあ、ということは逆にマーク入ってないところは、まあまあ、まずいけるかなって感じの問題ですね。はい。はい。で、これも人によっていろいろなんですけど、まあ、この過去問レシュメに結構いろいろもう自分なりに書き込みされてる方も、いらっしゃいますし、M さんの場合は、書き込みは割と少ないですね。少ないですね。少ないと思います。はい。で、今見て、まあ初めて見せてもらったんですけど、見てみると、過去問レシュメに、こう、コメントを、これ、この問題どういった趣旨ですってコメントがついてるんだけど、ここにこう書き込んでもらってるってパターンが多いような感じなんで、おそらくは推測だけど、この、
コメントを結構重視してやってもらってたのかな。ね、合ってます？はい。コメントで知識を入れながら、はい。という感じ。あ、なるほど。ありがとうございます。はい。まあ、それ、一番いいやり方だと思います。まあ、一番いいやり方というか、私のおすすめ。はい。まあ、この過去レジュメ使うときに、まあ、問題にこう、キーワードをしてるんで、キーワードでポイントを捉えてね。で、あと、このコメントで短く論点がまとまってるから。まあ、そこを拾ってもらったら、うまく、あ、本試験でこんな論点聞かれるんだな、ってことがね、分かっていただけると思うんですね。はい。で、あとは、こちら、まあ、丸バツは逆に隠されてませんよね。はい。うん、これは特に気にならなかった。そうですね。特にこう、はい。はい。気にせず。うん。答えが見えて、どうとかも思わず。うん、なるほど。素晴らしい。素晴らしいですよ、それは。はい。はい。ここ、丸バツのところを、マークして、シートを被せて、まあ見えなくてね。まあそれで丸バツを答えられる方もいらっしゃいます。で、それはそれで一つの使い方で、場合によっては今の M さんのように、丸バツ全くもう見えたままで、使ってる方もいます。で、これも人それぞれです。自分で、自分がやりやすい方でやってもらったらいいんですけど、まあ、丸バツ隠してないっていうことは、逆に言うと、その丸バツが大事なんじゃなくて、の問題でおそらく聞かれてるポイントが何かとか、問題の趣旨が何か、中身の方ですよね。そっちのおそらく重点を置かれて解いていったんじゃないかな、とね、いうふうに考えますけど。はい。はい、合ってます？それ。あ、そうです。そうですよね。はい、うん。いや、それはもう本当素晴らしい。うん。やっぱり、丸バツだけ暗記してもね、この試験対応できないからね、はい、問題の趣旨捉えるってことがすごく大事ですんで。私のクラス受けていただいて、はい、良かったところってどんなところでしょう？一番は、先ほどプレイクするテキストを見ていた中でもあったように、はい、すごくこう、マッツ部分だけに、OVL 知識というのを絞り込んだ講義スタイルでして、まあ、それが非常に、こう、短期合格につながったのかなというふうな感想です、はい、うん、ありがとうございます。やっぱりこう、一年、何ヶ月かで、うん、司法書士試験に合格するためには、うん、ある程度、そんなにたくさんの知識を入れることは、うん、現実的に不可能の中で、うん、試験に、うん、リアルに直接できるような知識を高めていけるっていうことが、うん、まあ、この赤松先生の授業、できたのかなというふうに思っています。ああ、ありがとうございます。いや、そう言っていただけると嬉しいです。はい、もう私も本当、そういう、コンセプトでやってまして、うん、もう、あれこれ勉強するんじゃなくて、とにかく、もう、本試験に直結するところを絞り込んでね。で、その、うん、絞り込んだ分だけ、そこを徹底的に逆に、精度を高めて、覚えましょうというスタンスで私やってるんで、こう、広く浅くなくて、狭くやるんだけど、その分、精度をね、高めてもらうということで、まあ、それをうまく実践してもらったかなとね、思います。ありがとうございます。はい。うん、お勉強は、お仕事されながら、でした、はい、なので、はい。はい、平日は、まあ、大体3時間ぐらい。あ、なるほど。で、うん、でまあ、講義がある土曜日は、うん、あまり出ていて。ですよね。まあ、講義があるからね。そうです、うん。まあ、日曜日、土日が休みだったので、うん、日曜日に、はい、できれば8時間ぐらいで、まあ、週20時間くらいを目標に。なるほど。はい。ずっとお仕事をされながらで、平日が3時間で、はい、まあ日曜日にちょっとまとめて、はい、で、なんとか、週に20時間ぐらいは確保しよう。と、はい、いうことですかね。はい。はい、食前期はどうでした？なので、まあ、はい、3月まで仕事を続けていたんですが、はいはい、まあ、このままだと間に合わないという、はい、はい、こともありまして、はい、まあ、3月で退職して、はい、で、まあ、4月からの直前期3ヶ月というのは勉強に専念して、うん。あ、そうですか。なるほど。はい、あ、思い切りましたね。そうですね。なので、はい、まあ、絶対に合格をしてください。そうですよね。ね、はい。すごい辞めたからにね。はい。まあ、3月までだいたい、講義があるんですけども、はい、その講義の時はお仕事されながらで、はい、まあ、講義が週 3時間かける3区もあるからね。はい、それプラスご自身では、
まあ、平日3時間で、日曜日に、まあ、まとめて時間取って、なんとか週20時間ぐらい勉強時間確保して、はい、うん。で、あとはまあ、直前期はちょっとお仕事辞められて、3ヶ月はもう勉強に集中されて、やったってことですね。はい。はい。いろんな科目がありましたけど、はい、一番、大変だったのは何ですか？不動産登記法が苦手でしたね、はい、こう。手続き法で、うん、まあ、こう、座学で学ぶだけでは、イメージもつかない部分もありましたし、と、うんうんうん、いうことで、まあ、細かく、うん。なるほど。あとは、全体をある程度、終わらせて、それをある程度、一個ずつの知識を自分の中に入れてからじゃないと、うんうんうん、こう全体を把握、イメージをしたものが難しかったっていうのもあって、うん、自分のものにしていくには、うん、割と一番時間のかかった科目だなと思ってます。そうですね。まあ、不動産投資は、うん、まあ、大体の皆さん、こう、ある程度こう定着するまで時間かかる科目なんでね、まあ、コツコツよく頑張ってくれましたね。はい。逆に、これ割と得意っていう、得意意識あったのはあります？民法ですね。はい。本格部分時代に、まあ、民法を、うん。なるほど。はい。まず勉強していたので、うん、まあ、改憲法などは、まあ、改正があったりとか、そうですね。しましたが、うん、まあ、土台はあったので、うん。うん、あ、民法は割とずっと。はい。うん、そうですね。まあ、民法は、まあ、割とね、まあ、最初の方は結構馴染みやすい科目だとね、思いますけど、確かにこの試験は、不動産登記法とか商業登記法という手続きに関する法律をね、勉強しないといけないんで、それがちょっと最初慣れるまで大変でしたね。はい。会社法なんかどうでした？会社法も、はい。まあ、最初、一巡目した頃には、うん、まあ、本当にその過去問で全部、それを解くので、いいといった感じだったんですが、うんうんうん、まあ、繰り返していくうちに、あれとも暗記科目っていうこともありまして、あ、そうですね。はい。まあ、そうですね。ただ知識を覚えさえすれば、うん、まあ、そこからは、うん、まあ、そんなに大変ということでもなかったのかな。うん。あ、そうですか。うん。なるほど。はい。いい。だって講義の方が、はい、年内主要4科目、はい、民法、不動産登記法、会社法、商業登記法と積んでいって、はい、年が明けてからちょっと細かいマイナー科目になるじゃないですか。はい。講義やってるときは、やっぱりその、今、目の前のことでも手いっぱい、みたいな感じですかね。そうですかね、私の場合は。そうですね。はい。うん。いや、それはもう皆さん大体、うん。はい。やっぱりね、一回で受かれると言っても、やっぱ講義受けられてる最中はもう、今目の前の科目を、こう、なんとかこう、ね、消化していくってことで結構手いっぱいになりますよね。うん。はい。だから、まあ、それで一通り、講義、春からスタートして、翌年の、2月末ぐらいに講義が終わって、はい、あとは、ま、直前期になるんですけど、はい、直前期の、当練とか模試とかはですね、はい、まあ、どんな風に活用されましたか？はい。私自身は、その、当練などは、自分自身の実力というのをきちんと把握して、うん、まあ、試験日に合格レベルに持っていくために何かどれぐらい足りていないのかっていうことを、うん、まあ、確認して、うん、そこを、まあ、次の答練、1週間ごとにあったんですけど、うん、まあ、その1週間後の答練までに、うん、その、試験で感じた弱点みたいなものを克服していって、またその答練を受けて、あとその一週間の勉強計画を立てて、今こんな感じで。なるほど。立ててみようか。あ、なるほどですね。はい。まずはまあ、講義終わったら週一回当練があるから、まずそれをペースメイクにしてもらって、はい、で、今の話だと特に、自分の、当練を使って弱点を発見する。そうですね。というところに主眼を置かれてた。はい。ということですね。はい。なかなか点数取れなかったでしょ？あ、もう全然取れなくて。うん。うん、まあ、その、国一の自己採点はして、うん、まあ、記述も、サイトを見て、あ、うん、間違えたな、みたいなことを思って、はい、まあ、ただ、こう、ウェブ上で、成績は確認できるみたいな話が、うん、一度もしていなくて。あ、そうですか。そうですね。はい、自分が総合的にどれぐらいの成績だったのかっていうのは、試験が終わって、
ってきたっていう感じか。あ、後から、後からまとめてみました。あ、ま、後からまとめて。あ、どんな感じでした？全然、なんか、うん、特に4月などは全然こう、合格からはほど遠い、うん。なるほど。成績だったので、はい、まあ、見てもあまり参考にならないぐらいの感じでした。いやいや、もう、一回で受かれる方は皆さんそうですよ。一、うん、回で受かれる方は大体、通れもし、そんなできてるかって言ったらね。まあ、まあ、一部できてる方もいらっしゃるかもしれませんけど、もう、一発合格の方は、おおむねはもう、通れもしは、もう、低の方ですね。うんうんうん。で、ただ、それはうまく活用するかどうか、うん、っていうところが大事なんで、で、結構、通れもしで、なかなか過去問とはやっぱり違う論点がたくさん出るから、点数取りにくいとはね、思うんだけど、それで結構心、折れたりとか しませんでした。そうだ。うん。しなくて。すごい。すごいね。まあ、先生から、うん、まあ、非常な時に、まあ、当連はもう難しい、うん、ということは聞かされていたので、まあ、難しいんだったら、まあ、できなくても、仕方ないのかなと思って。それはいいね。はい。それでまあ、なるほど。そうですね。法律系の時に合格答案さえ出せればと思っていて。結構前向きですね。はい。いやいや。できなくても、でも、まあ、間に合うんじゃないか、みたいなこと。その考え方がね、本当大事なんですよ。もう、当例は別にできなくても、もう本番でできたらいいと。そうです。もう、本当そうなんだけど、うん。でも実際当例って点数がついちゃうんで、大体の方は凹むんですよ。それで。あ、でも、その、ね、ポジティブな、もう、いや。当連をやりながら、うん、これ、もっとここをやらないといけないな、みたいな発見があるので、なんか、そこを潰すのに、時間を使いさせて、はいはい、別に、こう、それ、当連の成績とかで、そこのに時間を使いたくなかった。なるほど。はい。じゃあ、一番いい活用法ですね。当連で、自分の弱点を発見して、補強につなげていくっていう、はい、すごくいい方向性で、はい。うん、どうしても点数だけがね、こう、目安になっちゃうっていうようなことも往々にしてあるんだけど、うん、もう本当に点数はもう気にしないで、うまく本当に自分のこう、力をね、アップしていくためにこう、うまく活用、してたんだなってことをよくわかりました。通れなく受けられてて、やっぱり基本をやっぱり重視されました。そうです。はい。うん。講義や、過去問やったら、基礎論点、今基本論点とかって言われてるところを、はい、非常に重視して、まあ、そこの部分で自分が取りこぼしてるところとかを、まあ、重点的に、当連の復習はしています。なるほど。うん。あ、それ大事ですね。うん。もう、自分が勉強したはずの論点が、当連に聞かれて、はい、それもし間違っちゃったらね、はい、そこをしっかり復習しようってことです。はい、逆に、もう勉強したことがないような細かい論点も結構出てきたりするんだけど、はい、そういうのあまり気にしなかった。そうですね。あ、全然知らないや、と思ったんですけど、うん、まあ、そこを、うん、改めて覚えて拾っていくという余裕がないな、と自分には思いますし、まあ、それよりも他にちょっとやらないといけないことがあるので、まあ、そこまでできた方が、まあ、いいのだとは思うんですけれども、まあ、ねはいまあ、現実的に不可能だなと思ったので、なるほど。まあ、思い切ってちょっと知ってるというかあれですが、はい。うんはい、まあ、勉強ね、何年もされてるんだったらね、はい、まあ、当連もある程度細かいところまでね、見ていかないといけないかもしれませんけど、まあ、1年目だからね、やっぱりまず、とりあえず、やった科目を吸収して、基礎を固めて、それで結構手一杯になっちゃうからね。うん。なので、当連もしも本当に今の話、うまく、自分のこう、基礎固めを、こう、しっかりやるんだってね。うん。そういう方向でうまく使ってもらったな、っていうことね。よくわかりました。はい。直前期の学習で、はい。気をつけてたことってどんなところですか？気をつけていたこと。はい。あまり、こう、うん、余計なことは考えないと言いますか。まあ、大丈夫ですね。過去問レジュメ
を、まあ、私はメインのテキストとして、うん、まあ、音電気を使っていたんですけれども、うん、まあ、そこも理事の曲の中でも、うん、完全って、こういう場合はどうなんだろうみたいな、疑問が湧くこともあったんですが、うんはいはいはい、その時に、うん、まあ、一人で調べたり、誰かに聞いたりするのも、うん、まあ、それ特に、現でも出ないだろうなって思ったので、うん、何か疑問が湧いても、うん、そうですね、あんま気にしないし、という、あまり、そうですね、変なところに、寄り道しないように、そうそうそう、やってきます。あの、それは本当に、あの、短期で受かるためには、すごく大事なことですよね。うん、もう、寄り道しだすと、キリがないからね。そうですね。あの、当然勉強してたら、まあ、こっちの場合どうなるんだろう、こっちの場合どうなるんだろうってね。まあ、やっぱりいろいろ気になるところはね、当然もたくさんもう山ほど出てくるんだけど、そこの割り切りって結構大事ですよね。うん。これはもう試験にこんなことは出ないんだってね、割り切ってね、あの、もう範囲絞り込んでやるっていうのは結構大事ですよね。はい。何かあの、合格のためのアイテムってあります？はい、アイテム？うん。あの、で、3月で、うん、あの仕事を退職したという話です。はい。はい、まあ、退職するときに、一緒に働いていた、はい、中部地方出身の同僚から、いただいた、シャーペンがありまして、はい。こうすると、ちょっとしてみましょう。はい。で、なんか、プルトガの、なんか、シリーズみたいなんですが、何シリーズ？プルトガの、このシャーペンの、ガンバリャーという、なんか、中部地方の方言らしく、あ、そうなんですか。はい。それで応援の意味でいただいて。ああ。ちょっと電気はこれを出てきたと。これは、初めから文字入ってるの？あ、そうです。自分で書いたんじゃなくて。でもなく、こういう。あ、こういうのがもう初めから売ってるってことですか。はい。はい、なるほど。なんか、うん。応援してくれてるんだというものを、うん。なるほど。ああ、それはいいですね。はい。それは、以前の職場の、はい。一緒に働いてらっしゃった同僚の方、はい、仲良くされてた。あ、はい。ああ。それはやっぱりね、励みになりますよね。はい、そういうのがあればね。はい、それを使って、絶対受かるぞと。はい、M 様、見事、一回で受かっていただいたんだけど、はい、自分なりに、まあ、一回で受かることができた秘訣ってどんなところだと思います？そうですね、まあ。後から考えれば、いくつかあるのかなと思うのですが、うん、まあ、まずメンタル面に関しては、うん、まあ、一発で合格しようと、まず思うところからと言いますか、うんうん、そうですね。うん、この試験は、一般的にも難しい試験とされていて、まあ、何年もかけて合格するっていうのが、うん、まあ、当たり前のように言われている中で、まあ、それでも一発合格されている方は毎年いて、うん、ということを考えたときに、なんか、難しいから今年受からなくても仕方ないよね、みたいな甘えを自分の中で持たないように。大事ですね。っていうことを、まあ、肝に明示していました。気をつけていた危険ですね。あとは、まあ、学習面においては、まあ、日々、講義の一つなどを、まあ、淡々と、ちゃんと話して、まあ、その、学習前期までに、まず基礎を取っておいて、で、外前期で、まあ、その基礎力みたいなものを土台にして、まあ、一気に、こう、合格、あの、試験日までに、合格レベルまで引き上げていくっていう、うん、そういったことが、よかった。そうですね。まあ、まずは、まあ、メンタル面だけど、まあ、絶対一発で受かるぞと。はい、うん。それ大事ですね。はい、うん。まあ、難しい試験だからね、確かに。はい、うん。2年3年で受かるっていう気持ちでやったら、2年3年では受からないからね。うん。もう、一発でまず絶対受かろうっていう気持ちでね、やらないと、この試験は。うん。で、一発で受かろうっていう気持ちでやったら、一発で受かることもあるし。まあ、それが、まあ、毎日ちょっと残念ながらね、ちょっとダメだったっていう場合でもまた次につながるんでね。うん。もうとにかく、一番最初ね、やっぱり受かるっていう気持ちで、強い気持ちでね、おっしゃる通りやらないとダメだと思いますね。うん、まあ、それと、今お話しいただいた通り、あと勉強面では基礎固め。うん、やっぱりこれね、もう一番大事なんですよ、この試験は。うん、で、まあ、一発合格された方はもう、まあ、これはもうみんな共通すると思うけど、やはり短い、そんな勉強時間ないので、勉強できることもね、そんなないから、
なので、どれだけこう、勉強することを絞り込んで、精度を高めて、まあ、基礎固めをね、しっかりやるか。で、それも、今のお話の通り、まあ、当練が始まる前には、ある程度は、ね、頑張って基礎を作って、いたっていうことなんですね。うん。まあ、それが良かったと思いますね。うん。まあ、当練が始まった後、なかなか、そこから基礎固めってね、ちょっと厳しいからね。うん。なので、まあ、講義がだいたい2月ぐらいに終わるけど、はい、まあ、それぐらいまでにはなんとかこの講義にとって、はい、一通り基礎はしっかり固めておこうという感じで勉強してもらったっていうことですね。はい、ああ。いや、でも本当、よくね、頑張ってくれて、まあ、本当私も嬉しいです。あ、Mさん一回で、ね、受かっていただいて。結構講義の時も、すごく熱心で、講義の日なんかは結構仕事が早く終わったら早くね、教室に来てもらってて、結構頑張って、早めにね、そうです、それの日は。やってもらって、はい、ましたね。当然結構ギリギリが多かったじゃない？そうです。朝が早い。あ、朝苦手だ。朝苦手です。え？そうです。それ、そういう理由で。当然結構ギリギリ来てましたね、なんか。毎回ギリギリ。毎回ね、ギリギリね。うん、今日来ないかなと思ったら、ギリギリぐらいに、いつもいらっしゃったんで。うん、いえいえいえ。いや、でも、まあ本当にすごく、真面目に勉強してもらってたっていうのはね、もう私もすごく感じたんで、うん、まあそれ大事ですよ、この試験は。うん、やっぱり、真面目に、言われたことを素直にね、コツコツやるっていうのが、まあ、良かったのかなとね、思ってます。はい。まあ、今回の話ってやっぱり、すごく、基本を大事に、やっぱりされてたんだなってことがよく、伝わってきました。うん。じゃあ、まあ、今回この動画、ご覧いただいている方、まあ、これから司法試験を目指そうという方、それから、まあ、今勉強中の方もね、いらっしゃるかと思うんだけど、何かM さんから、メッセージをお願いします。まあ、司法査定試験というのは、まあ、範囲も多いですし、うん、覚えないといけない人も多いですし、まあ、やはり難しい試験なのだと思います。なので、まあ、勉強する中で、まあ、いろいろな経験をされるのかなと思います。ちょっとついついサボってしまったり、自己嫌悪になったり、うん、思っていたのに、うん、学習が進まずに焦ってしまったり、ね、まあ、いろいろあるとは思うのですが、まあまあ、考えても仕方がないので、終わってしまったことは、なので、どうぞ、うまく切り替えて、前向きに勉強を続けていって、うん、まあ、日々やるべきことを淡々とやって、ぜひぜひ、合格というのを、書き取っていただければな、と思います。ありがとうございます。はい。終わったことはもう、悔やんでも仕方がないと。そうです、考えても。いい言葉ですね。ので、今からと。私も結構くよくよしますけど、今のお言葉で、終わったことはあんまり考えないように、進めたいと思います。まあ、本当ね、まあ、大変な勉強だからやっぱり、もう勉強やっていろいろね、やっぱり試行錯誤はありますけど、まあ前向きにやっていくっていうのは本当、まあ大事ですよね。はい。ありがとうございます。はい。はい。それでは今回の対談以上となります。Mさん、本当に、一発合格おめでとうございます。ありがとうございます。はい。じゃあ今日は貴重なお時間ありがとうございました。はい。では、動画、ご覧の皆さん、ご視聴ありがとうございました。ぜひ今回のお話ね、参考に、していただければ幸いです。はい、それでは以上です。ありがとうございました。